さあ皆さんお元気でしょうか。 DJ アンドです。今日はですね、 DJ を、まあ、結構長々と僕も20年ぐらいやってる、弱ぐらいやってるんですけども、まあ、今回は DJ で稼ぐコツっていうのをですね、DJ だけで生活をするコツを教えたいと思ってます。これはね、 DJ をもちろん目指している人、それはもちろん見てほしいんですけども、まあ内部事情とかも知ることできると思いますし、あとはですね、普通に DJ やってない方でフリーランスでこういうことをなんか新しくやりたいとか目指してるものがある人も、かなりこれはいろいろ参考になるんじゃないかと思ってます。好きなことを仕事にしたい人、その人もぜひ見てほしいと思ってます。 DJ 以外の職業で、例えば美容師だったりね、アーティスト、まあ歌歌ってたりとか、じゃあ楽器弾いてたりとか、まあそういうの何でもいいんですけども、そういうフリーランスの仕事に例えてみたようなことも話していきたいと思ってますので、ぜひもうちょっと好きなことを仕事にしたいっていう人は、まあ全部見ていただければと思います。ちょっと専門的なことも入ってくるんでね、ちょっとよくわかんないわっていうところもあると思うんですけど、なるべくわかりやすく説明したいと思います。でまず、まあ DJ をしててよく聞かれるのが、 DJ 以外の仕事って何やってんですかみたいな、結構聞かれるんですよ。 DJ 以外の仕事みたいな、まあ僕もずっと DJ 以外の仕事やってきてなかったんで、 DJ 以外の仕事何やってんですかって聞かれて、まあ、結構バイトかなとか適当に言っちゃう時もあるんですけども、まあ実は DJ 以外の仕事は何もしないで DJ だけで生活してきました。もう10年以上15年以上やってるのかな。まあ基本 DJ でご飯が食べれるっていうのはみんなが思ってないです。他に仕事やってて DJ 趣味でやってると思ってます。そしてまあ DJ 始めて多くの DJ と出会って別れてきたんですけども、ほぼほぼ辞めてくんですよね。やっぱね、ほぼほぼ辞めてって、その辞める理由を大体聞くと、まあ大体お金です。まあお金が続かない、そろそろ結婚したし、まあ仕事をちゃんとしないとなとか、もう30だしとか、大学生の時は DJOK だったんだけど、まあ、就職したんで辞めますとか、そういう感じで大体辞める理由は大体お金ですね。もう生活が見えないっていうこと、辞めていく人が多いと。まあそれだけハードルが高い仕事なんですけども、まあコツを知らないと結局見えないんでね、まあ僕なりのコツを言っていこうかなと思ってます。 DJ って本当にまあどんどん人口が年とともに減っていくので、まあ続けるのが最大の成功とも言われてるんですよね。なんで皆さんが続けれるようにいろんなコツを言っていきたいと思います。まず DJ と言われる職業を分析していきたいと思うんですよね。まあ、DJ って言っても、もういろんな DJ いますよね。もちろんジャンルもそうなんですけども、大きく分けて DJ の中でも大体6個ぐらいに分かれます。職業的にはね、まあ1個ずつ言って聞きたいと思うんですけれども、まあそれを分かって DJ を始めるとかなり変わると思うんで、でまず1つは箱 DJ、まあ、箱 DJ っていうのはもうクラブがあってそこの専属 DJ で、あとはアルバイト DJ、時給で雇われてる DJ ですね。オーガナイズ DJ、 イベントをプロデュースしてる DJ です、スケット DJ、 アルバイトまで行かない瞬間的にギャラもらって DJ やるスケットの DJ ですね。で、あとは、まあ、ゲスト DJ とかアーティスト DJ って、まあ、ゲスト DJ 一つにくくりますけど、まあそのイベントのメインになってくる DJ、 そして最後がイベント DJ とかボランティア DJ って言われてる DJ たちになります。早速じゃあ説明に入りたいと思うんですけども、まずじゃあ初めて箱 DJ 話したいと思います、この種類の DJ は、まあ、オールジャンル系のクラブによくいます、まあ、オールジャンル系じゃないクラブにもいたりするんですけども、オールジャンル系のクラブにはほぼほぼいます。で俗に言うレジデント DJ と呼ばれてるパターンもあるんですけども、まあレジデント DJ イコール箱 DJ っていうパターン結構多いんですけども、ただまあ必ずしもそういうわけではないです。イベントとか店によってはね、レジデント DJ っていう言葉をちょっと特別に置き換えてる店も結構あるんで、必ずしもそうじゃないですけども、大体ざっくりとしたレジデントっていうのはもう常にいるって意味なんで、常にいる DJ イコール箱 DJ っていう感じのパターンが多いっていう感じで捉えていただければと思います。特徴としては、まあ簡単に言うと、箱 DJ は店の運営をする会社に所属しているので、要は会社員です。つまり箱 DJ イコールプロ DJ イコールまあ会社員っていう感じになります。まあつまりそれだけで生活をできるという、そういうもう本当にプロの DJ、 生活保障されている DJ という感じですね。メリットとしては、まあさっきも話したそのままなんですけども、月給制で生活がいきなり保障される。いいっすよね。 DJ になっていきなりもう給料もらえる。もう他の仕事はしなくていい。
っていうことで何が起きるかっていうと、まあ、音楽に集中できる環境ができるということですよね。まあ、もちろんそれ以外にも例えば照明だとか PA だとかそういったところも覚えていろいろ勉強しなきゃいけない、イベントの作り方も勉強しなきゃいけない、まあ、あの音楽だけやってればいいわけじゃないんですけれども、まあ、アルバイトで居酒屋で働くよりかは音楽に集中できるっていうメリットがあります。であとは店の看板を使えるんで箔が出る。例えばじゃあ DJ 安藤ですっていうよりもめちゃくちゃ流行ってるクラブの DJ 〇〇クラブ DJ なんとかの DJ 安藤ですって言った方が、まあ、正直なんか箔出るじゃないですか。僕分からない人にはね、僕分かってる人はいいですよ DJ 安藤で。ただ僕分からない人からしてみたら店の名前を知ってて店の名前がボンって出てきたら、あああの店ねみたいななるんですよ。なんで店としてのあの看板を使えるんで箔が出る。最後に店としての仕事でいろんな人脈ができるんですよ。じゃあ例えばじゃあゲスト DJ の人とかアーティストね、いろんな企業の人とかもまあパーティーで借りてきたりするんですけども、まあ DJ 〇〇ですって言った時に多分その DJ 大体忘れられます。忘れられるんですけれども、この店の DJ ってなったらやっぱりその時点で、あこの DJ のなんとかさんねみたいな、まあ、変な話名刺の連絡先を携帯に移したりする人もいますし、その名刺は取っとくし、その店にまた行きたい時この人に連絡すればいいんだみたいな感じで、その人と絡むメリットも出てくるんですよね。なんでいろんな人脈ができるということで、人脈作りにももう非常にいいかなと思ってます。逆にデメリットもあるんですけども、デメリットはまあ人気が例えばすごい爆発しましたみたいな、なんか SNS ですごい爆発しちゃったみたいな、すごい人気出ちゃったけれども別にまあ会社員なんでじゃあ明日からお前給料3倍なって、それはさすがにないんですよね。まあ多少はやっぱり人気出たらそういうのも考慮されると思うんですけども、まあフリーの DJ みたいに仕事が2倍になったら給料も2倍になる、そういうわけではないので、いきなりバズることはできしづらいっていうね、やっぱり会社の中でまあ社員として頑張んなきゃいけない。まあそんないきなりバズる人はなかなかいないんで、まあどちらかというと堅実にプロとしてやっていきたいっていう人が目指すのはまあ箱 DJ だと思います。であとは店の外で DJ しづらい、できないかっていうとまあできるんですけどもしづらいですよね。例えばまああの半分、例えばどこどこのクラブで半分自分のクラブでやります、さすがにお前ふざけんなって話になっちゃうんですよ、社員なんで。まあそれはもちろん意味のある売り方とかだとやっぱり店もちょっと外に出したりとか、今はもうかなり寛容にはなってるんですけども、まあ半分半分とかね、この店でもあの店でもみたいな、そういうことはちょっと厳しいので、そこは DJ しづらいかなと思ってます。で、あとは、店と運命共同体、サラリーマンですので、店がいきなりドーン潰れた時に、まあ、いきなり無職になる。まあ、それは、サラリーマンでもそうだと思うんですけども、まあ、サラリーマンなんでそうなるっていう感じですね。あとは、基本、年功序列。まあ、いろんな DJ がいて、まあ、もちろん、実力で抜くこともできるかもしれないけれども、基本的に先輩は先輩っていう、まあ、そういう、会社の上司は上司みたいな感じの、まあ、ある程度の年功序列感は出てきてしまうっていう部分もあります。ただそれはもうフリーでもあります。ある程度は。ね、収入とかは関係ないかもしれないけど。まあそういう部分で年功序列の部分も出てくるっていう感じですね。ただ全体的に今箱 DJ の見方が変わってて、まあ店もアーティストとして押そうみたいな部分が強くなってきてるので、まあ職業としては結構これ最強かなっていう。改善されてるんでね。まあ地方にゲスト DJ で出たりとか、そういう店同士のあのコラボイベントでお互いゲスト DJ みたいな感じで店の DJ が行ったりとかもあるんで、そこはもう結構改善されつつある部分かなと思ってます。まあ箱 DJ でも地方や海外に出てるっていうと本当に多いんですよ今。まあそれはもう調べてもらえばわかると思うんですけど、という部分も含めて考えると、もう今もう話出ちゃってるんですけれども、ここまでで DJ で生活したい人におすすめする一番の方法はもう箱 DJ になる。それが今僕の中でのまあ一番のおすすめです。じゃあいきなり箱 DJ になれるか、じゃあここのレジデント DJ になるぞ、まあいきなりはなれないです。やっぱりいきなりはなれない。じゃあどうすればいいか、まあそこで出てくるのが多分アルバイト DJ なのかなと思ってます。まあアルバイト DJ っていうのはいきなり箱 DJ になれないけど、こいつやる気あるなとか、こいつ素質あるなっていう人をちょっと店がお試し期間でアルバイトとして使うっていうのは結構あります。まあアルバイト DJ っていうのはまあ社員じゃなくてまあ契約社員とかアルバイトっていう感じなので、ただ将来的には箱 DJ 候補の人がやってることが多いので、まあアルバイト DJ、これは結構いいなと思います。アルバイト DJ になるにはじゃあどういう風に
なればいいかって言ったら、まあ、もちろん店にいきなり連絡してもいいんですけども、まあ大体の場合は、まあイベント DJ から始めてって、アルバイト DJ に昇格していくっていうパターンが結構ありますね。もう、まあこの後説明しますけど、まあ一番プロの部分から見ると、まあ DJ の入り口であって、まあプロに一番遠いのが、まあイベント DJ とかそのボランティア DJ ってやつなんですけれども、まあこのイベント DJ が逆に言ったら一番どこでも行けるんですよ。アーティスト DJ にもなれるし、箱 DJ にもなれるし、アルバイト DJ にもなれるし、オーガナイズ DJ にもなれる。で、このイベント DJ の時にもう自分が将来どういう風にやるんだっていうビジョンを明確に持つっていうことがやっぱ一番重要だと思います。これは他のフリーランスの仕事も絶対そうです。例えば、わかんないけど、じゃあフルート吹く人とか、バイオリン弾く人って楽器やる人とかも、もういきなりは絶対趣味じゃないですか。でいきなり趣味で私はアーティストとして売りたいっていう方向に行くのか、楽団に入ってそこで給料もらいたいっていう方向に行くのか、まあそれは人それぞれなんですけども、始めたてのまあフリーの状態、一番最初の悪い形ですると、まあ、底辺の始まりの状態で自分がどういう方向に行くかっていうのをやっぱり考えて行く人が将来を見据えれる人だなと思ってます。なのでまあ DJ やってプロになりたい、プロになりたいと思って毎日同じ繰り返ししててもしょうがないんで、1年後にどうなるとか、半年後に何やるとか、そういうのを決めてった方がいいと思います。じゃあ初めて、じゃあ DJ 始めて家で将来けどアーティスト DJ になりたいなとなった時に、じゃあイベント DJ 始めてアーティスト DJ になるために何をやればいいか、今半年後に何をやればいいか。例えば箱 DJ だったら、じゃあまず箱の店の人に気に入られようとかね、気に入られて自分のビジョンを話して箱 DJ になれてアピールして、まずはアルバイト DJ になろうとか、イベントを仕切っていけるようなぐらい人脈作ろうとかね、そういう感じの動きを常にステップアップで考えていく人がプロになれるのかなと思ってます。で結構今先取りして話しちゃってるんで、まあちょっと元に戻すと、まあアルバイト DJ っていうのがあって、店からスカウトされて時給で働いたりするっていう感じですね。で選ばれるポイントは、もう結構 DJ 上手い下手もあるんですけども、これは何事もそうだと思うんですけども、上手いイコール売れるってわけじゃないです。これは楽器やる人も全部そうだと思うんですけども、どちらかというとまあ社交性とかガッツとか、人にどう見られていくかとか、そういう部分がすごい大事だと思うんですよね。上手いだけでも、上手い人が家で演奏してても絶対売れないんですよ。なんでいろんな人に見てもらう何かを作ったりとか、あとはもうそういう場に行っていろんな人と交流を持てる人が強いと思います。なんでまあイベント DJ で始めて、いろんな社交性を持っていろんな人と仲良くしたりとか、いろんなお客さんを増やしていくっていう行為がすごい重要だと DJ でも思います。でメリットとしてはですね、アルバイト DJ は本当に時給や日給が保証されるので、プロに最も近い職業なのかな、職業というかまあ DJ だと思ってます。でデメリットとしては、まあ、箱 DJ ほどじゃないんですけども、アルバイトでやったらもうプロの、まあ、要は社員候補なんで、他の店のクラブのイベントに出づらいパターンも結構あります。ただまあ箱ほど厳しくないんで、ここのイベントだけどうしても出たいですとか、そういうので OK もらってる感じのもあるので、まあ箱に入る時も本当にこの箱でいいのかなとか、そういう箱選びもすごい重要だなと思います。まあアルバイトなどをして生活費の補填が必要なので、まあお金はもらえるんですけれども、そういった部分もまだプロとはちょっと遠いかなと。まあけどプロに一番近いのはアルバイト DJ かなと思ってます。で次はオーガナイズ DJ です。まあこれは2パターンあって、まあ店のイベントをサポートするオーガナイズ DJ と、まあ一からイベントを作っちゃってるオーガナイズ DJ、 2つパターンがあります。例えば A という店があって、その A という店がじゃあ月曜日イベントやりたいから店でイベントやりますと。でただ集客がいまいちなんで外部のオーガナイザー DJ に手伝ってもらおうっていう感じで発注するのがオーガナイザー DJ、 もう店から注文されるパターンですね。でそれはまあじゃあ例えばじゃあある程度制作費がいくらとか決まってて、じゃあまあ DJ 何人入れてくれ、でグループになってて
わーって人を入れて、まあ、タイムテーブルだったりそういうのをいろいろ構成していくのが、まあ、オーガナイズ DJ ですね。オーガナイズ DJ は、まあ、お客さんの入客に合わせたインセンティブや制作費をもらいます。まあ、状況によるので、まあ、固定費もらってないよっていうオーガナイズ DJ もまあ結構いると思いますし、まあ、その場合は多めのキックバックをもらってるってことが多いんですけども、まあ、何かしらでやっぱりお金が発生してて自分でパーティーを作ってるのがオーガナイズ DJ になってます。さっき言ってたその店から頼まれるパターンもあるんですけども、あの自分でイベントをやっちゃうっていうパターンもあるんですよ。まあ、これは一か八かになります。なんでかなり集客が見込める内容を自分で考えてからじゃなくてできないかなっていう部分もあるんですけども、内容によってはバズるんですよね。例えばですね、最近だと、まあ、ホワイトパーティーとか結構有名だったと思うんですけども、ああいう自分たちのインフルエンサー周りとかもいっぱいいて、コンセプトもしっかりあって、まああのイベントのすごかったところは、まあ本当にインスタ映えするっていう、今本当にインスタがねやっぱ世の中的にすごいあの注目されてて、まあ飲食店とかもインスタ映えするデザート屋さんとか流行ったりするんですけども、まあイベントでもう全部全員白以外入れませんみたいな、で可愛い子とかモデルとかもいっぱいいる、もう写真映えするよね。まあそういうのでみんなが写真撮りに来るイベント、まああれとかのすごいところは本当に日曜日とかのその終電までの時間とかでも集客あるし、そういったイベントってなかなか考えれないんですけども、まあそういうイベントをすることによってまず箱を借りるんですよ。箱を借りて出演者に出演費を払います。だからもう結構リスクはでかい、箱代もやっぱりそれなりにするし、出演者もね高い人だったらやっぱ高いんで、そういうのをやっぱ払うことによってかなりリスクはあります。リスクはあるけど、そういったムーブメントを作れた人はもうめちゃくちゃ有名になるし、有名になる&お金も稼げます。僕もまああのちょっと婚活寄りのラブビートっていうイベントをすごい昔からやってるんですけども、まあそれは自分たちでイベントやって、どっちかというともう店とコラボで今やってるんでね、そんなにあの利益はほぼあんまないんですけど、自分たちのまあ本当に集客すごかった時の最盛期、完全に店を借りて自分たちでやったら結構あれは儲かったと思うし、そういうパターンでやってた時期もあります。オーガナイズ DJ はすごい人はもう1日で1ヶ月分の給料ぐらい稼いじゃう人もいます。これは DJ 上手い下手とかじゃなくて、まず人脈ですよね。人脈をどれだけ持ってるか。クラブが好きでクラブ友達もう何百人もいるぞ、俺が一声かければ何百人も人来るぞっていうやつがもしもいたら、人がいたらオーガナイズをした方がいいと思います。ただ知り合いだから呼ぶっていう感じだとやっぱり限界あると思うんですよね。なんで知り合いじゃなくてコンセプトも重要です。コンセプトが楽しければ人は集まるし、そのイベントは長く継続します。まあ、これは他の職業でも言えると思うんですよね。例えばカメラマンがあの自分で展示会やったりとか、まあ人を集めれる人ってもうそれだけでお金に変える力があるんですよ。楽しいっていう何かを作れる人、そういう人は自分たちでプロ DJ として雇われなくてもお金を作ることができる。それは他の職業の、まあ、そうアーティストさんとかもそうですし、カメラマンとかそういうのも自分でじゃあね、他にない、他のアーティストがやってない考えを持ったライブをやるとかね、例えば和楽器と一緒に洋楽器でコラボするライブをしますとか、まあそれって過去にないのでメディアも取り上げやすいし、まあメディアに取り上げられたら話題になるし、話題になったら人集まるとか、そういう感じで自分一人であの売り上げを叩いていくっていう人ももちろんいるんでね、そういう人はあのアイデアがある人はもうオーガナイズの DJ は向いてます。他で言えばね、アワパとかもそうだよね。アワパとかアフロマンスさん、アフロマンスさんの考えめちゃくちゃすごいから、なんか本当に画期的なのをやるんですけども、まあそういう感じで、まあ本当にアイデアがすごい人は、まあ、箱さえやればできるんですよね。アイデアが俺はあるぞっていう人はあのイベントやった方がいいと思います。まあこのノンストップにも参加してくれたケンタとかもね、 K-POP のイベントやってるんで、あれとかも画期的だなと思ってて、他の人がやらないイベントをオーガナイズできる人は自分のオーガナイズ DJ になっていろんなイベントをオーガナイズしていくというのはすごい面白いし、成功すればお金儲かるし、失敗すればお金は損します。内容が内容だったらね、今だったら企業の協賛とかもつくかもしれないんで、昼間にやるイベントとかね、まあ未成年も入れて昼間にやってて酒も逆に売らないですよとか、そういうのだったらひょっとしたらそういう可能性もあるし、まあ今自分がやってる出会いのイベントとかも昼間にやって、
もうちょっとね、健全な感じでやったら、もう本当に自治体とかもひょっとしたらつくんじゃないのみたいなアドバイスをもらったことあるんで、ちょっとそれもちょっと模索したいなと思ってるんですけど、もうちょっと話長くなったんですけども、オーガナイズ DJ はフリーランスでアイデアを持ってる人がやってほしいという DJ になってます。で、次の DJ 説明します。スケット DJ。スケット DJ って何みたいな。スケット DJ って何みたいな。多分意外と多分この言葉がないんで、僕が今作った言葉かもしれないです。スケット DJ。で、例えばオーガナイズ DJ やってて、J-POP のイベントやろう。まあ僕、空手家の入江さんと10年間 J-POP のイベントやってたんですけども、いつか出てほしいな、この YouTube 番組に。まあ出てほしいんだけど、まあちょっとそれは置いといて、J-POP のイベントやってました。その時に、じゃあイベント DJ 集めて、じゃあみんな頑張って宣伝して集客して、みたいな。じゃあキックバックあげるからっていう感じのイベントやったとしても、多分イベント成り立たないんですよ。まあ洋楽のイベントもそうです。やっぱ上手い DJ ないと成り立たない。上手い DJ ないと成り立たないから、店、箱 DJ とかオーガナイズ DJ がとりあえずイベントの基軸としてこの人はいないとまずいなっていう風に雇うのがスケット DJ です。ここは結構みんな狙えるとこだと思うんですよね。スケット DJ に関してはもうギャラが出てるって、まあ本当に上下すごいと思います。変な話、まあ2、3000円とかもあると思うし、5000円とかもあると思うし、まあ1万円っていう人もいると思うけれども、まあこの人がいないとちょっと成り立たないな、イベントが質が落ちちゃうなっていうことで、腕だけ買われて助っ人 DJ になれる人いるんですよ。で、そういう人たちってやっぱフライヤーとかも乗るし、ゲスト DJ に結構近い人だなと思ってます。箱 DJ じゃないんだけど、ゲスト DJ には結構近いです。まあこの人がいればパーティー盛り上げれるとか、この人がいれば絵になるっていう人がやっぱ助っ人 DJ になってくる。まあ説明としてはもう単純なんで、まあギャラが出ますと。ギャラが出て店の DJ の時間の中で結構肝になる時間を DJ はさせられることが多い。で、まあマイナス点ってあんまないんですけれども、まあそのイベント DJ とかの1個上の DJ です。箱 DJ にも行けるし、アルバイト DJ よりかはちょっとひょっとしたら華やかな人がなるのかなと思ってます。スケット DJ がさらに進化してったのをゲスト DJ、 これみんななりたい、これみんななりたいと思うね。やっぱゲスト DJ っていう、まあ、スケット DJ の人がゲスト DJ ってやっぱ地方で言われてなった時に、やっぱゲスト DJ になりましたってやっぱ宣伝してるんですけど、ゲスト DJ 響きはいいよね。まあ、響きはいいし、まあその花ですから、そのイベントの一番なんで、みんなが注目しますし、もちろんギャラもちゃんと出る。そのギャラはね、その人によりきりなんだけれども、まあ1万円っていう人もいると思うし、変な話50万円っていう人もいると思うし、まあそれは本当それぞれなんですけども、一番アーティスト感がある DJ になってます。じゃあゲスト DJ になるためにはどうすればいいか、これがみんな一番聞きたいところだと思うんですよ。これは本当聞きたいと思う。現場で DJ をやっててゲスト DJ になることは基本できないです。できない、できないというか、まあできる人も中には何人かいるんだけど、基本今の時代相当難しいと思います。いや、なんでかっていうと、やっぱ肩書きが必要だったりするんだよね。肩書き、いきなり現場でこいつ上手いからゲスト DJ にしようっていうのは中にはあるよ。だから中にもあるけど、全国レベルでゲスト DJ で引っ張りだこになる DJ が現場で頑張ってた DJ ってだけでいきなりはなれない。やっぱ肩書きが必要なんですよ。これはフリーランスで何かをやる人、これ全部共通してる。肩書きが必要。本当に肩書きっていうのは必要で、〇〇ですごい、〇〇の動画ですごいバズった人とか、誰々さんに音楽提供して、ね、それがすごい100万枚ヒットした人とか、どこどこのフェスで回してメインタイムに回した人とか、何かしらやっぱ肩書きが必要なんですよ。なんでゲスト DJ になりたいと思ってイベント DJ やってる人は、自分の肩書きをまず作ろう。え、じゃあ何作ればいいんすかみたいな。けどそれは本当にもう結論言うと、俺もあんまわからん。一番ベストの方法はわからないけど、何かをやらないと始まらないっていうことだけは分かってる。じゃあ具体的に何って言われた時に、まあ DJ でよくあるのは音楽がヒットした人っていうパターンがあります。ただ結構傾向を見ると10年以上前は結構あった、結構あった。
それこそ日本の有名アーティストっていうのがやっぱあって、ガイタレが気軽に来れなかったから昔は。だから日本のゲスト DJ ってやっぱすごい重宝されてたし、俺らもやっぱりじゃあ大沢慎一さんのモンドグロッソの曲聴いてとか、スターパの森田さんの曲いいわとか、やっぱいろいろあったけど、まあそういう日本のアーティストがすごいやっぱり売れてる曲がすごいいっぱいありました。ただそれが今本当に少ないなって気がします。なんでまあ音楽で売るっていう、音楽を作るっていうのもすごい必要なんだけど、まあ音楽のハードルが今上がってるっていうの事実も確か。やっぱりね、日本人のアーティストの曲よりもショーテックの曲とかね、やっぱそういうチェーンスモーカーの曲の方がやっぱみんな聴くし、それを超えて初めて使われるから、ただですら知名度あるのにガイタレのが曲のレベル越すって、越してもバズれるか分かんないし、なかなか難しいんですよね。ただ音楽は作ってった方がいい、もう説得力になるから。ただね、昔ほどやっぱり音楽で本当に儲からなくなってるんで、まあそこは自分のまあお金とかじゃなくて名刺代わりとして音楽は作ってった方がいいと思います。俺もやっぱりちょっとサボってる部分はあるんですけど、まあその時代その時代でいろいろ曲は作ってってるんで、それこそ昔はキャラメルポットとかね、ハードダンスロッカーズとか、まあハードスタイル始まる前に結構それ始めてブート結構出したりオリジナル作ったりしたんですけど、まあそんなにバズんなかったけど現場ではまあそこそこ使われてるんで、そういった意味でまあ曲はこれからも作っていきたいと思ってます。でじゃあ逆に何なのって思ったら、今は俺はネットだと思います。ネット、じゃあネットって何みたいなあるんですけども、バズり方俺何でもいいと思うんですよね。昔で言えば CD が売れた人がすごい有名になりました。昔って言ってもつい最近なんだけど、ちょっと前ね、ちょっと前はやっぱり CD が売れてる人がやっぱ有名な DJ みたいになりました。それはやっぱり文化として CD をみんな聞いてたし、まあ今車なんだけど、車で音楽聴くときも CD でした。ただもう今みんな CD 聴かないんですよ。だから CD 売れても意味ないんですよ。iTunes でどんだけ曲売れても有名になれないです。なんでかというとみんな買わないから、意外と買わないです。じゃあどういうのでみんなが聞いてるのってさ、ネットだよね。まあ Spotify だったり、AWA だったり、まあこういう YouTube だったりね。あとは Mixcloud だったり。ただまあ一番今回はその YouTube でこういうノンストップを配信始めたのは、一番何かというと、まあ一番みんな結構聞いたり見たりしてるのが YouTube だ。有名なのは YouTube。で、今はそんなに再生数稼げてないけど、関連動画とかおすすめ動画っていうのがあって、突然バズるんですよ。それが YouTube。突然バズることがある。だからこのノンストップの企画とかで協力してくれてる人が突然めちゃくちゃ1万再生とか、もう来ないかもしれない、来なかったらダサいんだけど来なかったら申し訳ないんだけど、突然来るかもしれないです。10万再生100万再生あるかもしれない。でそれは本当に関連動画っていうものがあるから、例えばじゃあこの EDM 同じ EDM の楽曲使ってる10万再生されてるやつの関連動画が出てきたら1万再生ありえるんですよね。なんでそういった意味でネットで、まあ、YouTube チャンネル作ったのもその1個なんですけども、まあそういうノンストップもみんな参加してほしいから、ぜひ俺も参加したいとかそういうのを連絡してほしいんですけども、概要欄にメアドも載ってるし SNS で DM でもいいし、本当はネットは重要だと。まあ YouTube もそうなんですけども、今俺はまあ注目してるのはまあネット配信が結構熱いなと思ってて、ライブ配信ですね。17ライブとかツイキャスとかインスタライブとか、まあそういうところで、まあ DJ をTikTok もそうか、 TikTok もそう、それでなんかやってる人が突然バズったりするんですよね。まあ本当に有名な人とかはやっぱり TikTok でもわーってすごい有名になってる人もいっぱいいるし、そういうなんかやっぱりネットがやっぱ重要だなと思ってて、音楽もそうじゃないですか。なんかちょっとその曲で振りをやってみましたみたいな感じの、まあなんとなく想像してほしい、このね、まあスロースの耳みとかもそうだと思うんですけども、ああいうのとかもやっぱりアサリアンとかね、ナルパオさんとかね、そういうのがなんか踊っててバズって、それで曲も一緒になってバズってとか、そういうのがやっぱあるんで、本当にネットが今すごい重要だなと思ってます。なんで DJ 今やっててアーティストになりたいっていう人がいたら、今もうその音楽でかっこよく売れるのはかなり難しい時代なんで、まあ入り口はちょっとふざけててもいいかもしれない。入り口はふざけてるけれども、だんだん真面目な方向に行くっていうのも一個手だと思うんだよね。
変な話、まあ、ちょっと全然変わるけど、リペゼン地球とかも最近出した曲めちゃくちゃかっこよくて、まあけど最初はちょっとおちゃらきしてたけど、だんだんやっぱ俺らアーティストだみたいな感じで、だんだん最初はバカにしてたやつのも、あれこいつらちょっとアーティストっぽいなってなってきちゃってて、まあ本当そういうのって後からいくらでも修正できるし、まあ最初からすごい人気もあったけど、結局人気が出ちゃったら何でもできるんだよ、やっぱ。だから人気をまず出すっていうのがすごい重要だから、まあゲスト DJ になるんだったら、まあとりあえず知名度が重要だと思います。知名度を上げることは何でもやった方がいい。ライブ配信でもいいし、ね、面白動画の、まあ、TikTok とかでもいいし、YouTube でもいいし、まあ、そういうのいろいろやりたいけど、よくわかんないけど、ちょっと参加したいってやつは俺に連絡くれれば、まあ、いろんな企画あったらやれるし、ノンストップだったら今すぐやりたいし、めちゃくちゃつなげ下手だったら断るけど、まあ、そういう感じで思ってます。まあ、ゲスト DJ は、ちょっと話、ちょっとだいぶ逸れたけど、これからの時代は、俺はもう音楽で頑張って出し続けてバズるか、けどそれよりももうちょっと簡単なのは、人気者になるのが、なんかそれの方が逆に楽な気がする。なのでネット上でいろんな活動をするっていうのは俺は一個ありだと思うし、ものによってはまあそういうライブ配信とかお金にもなるからね。だから変な話、 DJ で5万円稼いでますけど、ライブ配信で20万稼いでますって、25万あったら生活できるでしょ、普通の人なら。なんでその時点でプロ DJ になれるかもしれない。必ずしもDJ が現場で DJ してなくても俺は DJ だと思うし、 DJ をいろんな人に見てもらうのも DJ だと思うから、ゲスト DJ とか有名 DJ になりたいんだったら、なんか何かしら一個他の人がしない活動をしていった方がいいかなと思います。で最後にイベント DJ の話をします。まあイベント DJ、 ボランティア DJ、 これはもう最初に DJ 始めた時にまずなるのがボランティア DJ、 イベント DJ です。俺も最初 DJ 始めて、ただ俺の時代はちょっと違うな。俺の時代はなんかレコード買わなきゃいけなかったんですよ。もうレコードがないと DJ できない時代だったんで、1枚だいたい1000円ぐらいのレコードを100枚200枚買って、それでもまだ DJ できないから、もっと買って1000枚買ってて、もうめちゃくちゃお金かかる。だからいきなり助っ人 DJ でした。いきなりね、もう DJ やってよって言われた時に、いくらですかって急に聞いたっす。で、まあ最初5000円かな。5000円から DJ 始めて、いきなり助っ人 DJ スタイルから始めたんだけど、まあ今の時代、DJ やるのにだいぶハードルが落ちてる。だって音源なんてもうね、インターネットのプールサイトとかだったらもう本当に月1万円払ったらいくらでも落とせますみたいな、あるし、そういうのをね、みんなでシェアして使ったりもしてるから、もう結構曲代なんてほぼほぼかかんないんじゃないかなって、もう交換もできるしね。なんでそういった意味で、まあお金をかけるリスクがすごい下がってるんで、まあイベント DJ やりやすいと思うんですよ。でやりやすい代わりに昔よりかは条件がきつくなってて、まあいきなりギャラもらうのが難しくはなってると。ただそのイベント DJ が一番自分の未来どうやっていけばいいかっていうのを模索できる一番のいい機会なんで、そこを大事にしていって、自分が将来どうなりたいかを早めに決めた方がいいと思います。まあ箱 DJ になるか、ゲスト DJ になるか、プロ DJ はもうこの2つだと思うんでね、この2つのどっちかを目指すっていうね、アーティスト DJ か、もう箱 DJ、 プロデュース DJ か。まあ箱 DJ っていうのは店プロデュースしてる DJ なんで、プロデュース DJ でいいと思うんですけど、プロデュース DJ かアーティスト DJ、 どっちになるか決めて、そこに突っ走っていくと。でそれまでの過程が、まあ、スケット DJ だったり、アルバイト DJ だったり、オーガナイズ DJ だったりあるんだけども、まあ、オーガナイズ DJ もな、結構、じゃあ3つか。ハゴ DJ、オーガナイズ DJ、アーティスト DJ、この3つかもな。ただ、オーガナイズ DJ 結構大変です。結構大変かも。けど、まあ、ゲスト DJ、まあ、全部大変だね。全部大変だけど、一番大変なのがやっぱオーガナイズ DJ の気がするな、なんか本当に。なんか自分でリスクも背負わなきゃいけないし、リスク背負わないとしてもやっぱ店とのずっと付き合いをやりながら、まあ将来がすごい伸びてくわけじゃないからね、オーガナイズ DJ ってある程度の限界が見えるから。だからそういった意味でリスク背負って自分でイベントやるか、まあある程度の頭打ちを覚悟でそこでずっと頑張るかっていう感じになっちゃうんで、オーガナイズ DJ の人も結構ゲスト DJ 方向を目指すか箱 DJ 方向を目指すかって悩んでる人結構いるっす。まあその3つをのどれかをまず目指すと、まあイベント DJ 始めるんだったらどこに行きたいかっていう感じですね。で箱 DJ はもうプロでそれだけで生活してるんですけども、意外と
ゲスト DJ とオーガナイズ DJ は仕事しながらもできるっていう、そういうからくりもあるんですよ。プロ DJ って言ったんですけども、もう DJ だけで別に生活しなくてもいいよ、 DJ 以外の仕事やってて楽しくお金稼げればいいよって人もいますよね。まあそういう人は意外と箱 DJ 以外の DJ をやることで副収入にもなるし、もうひょっとしたらサラリーマンの半分とかいう収入を得られたりとかもできるし、そういう人も僕は見てます。なんでまあいろいろ種類出ました。じゃあもう一回まとめます。箱 DJ、 アルバイト DJ、 オーガナイズ DJ、 助っ人 DJ、 ゲスト DJ、 まあアーティスト DJ も一緒で、あとイベント DJ っていうことで6個あります。で目指すところは3つ、箱 DJ、 オーガナイズ DJ、 ゲスト DJ、 アーティスト DJ ね、この3つで最初はみんなイベント DJ から始めると。でイベント DJ に始まって助っ人 DJ を1回通ってからゲスト DJ の方に行くのか、アルバイト DJ を経由して箱 DJ に行くのか、でそういうビジョンが見えないとずっとイベント DJ だと思うんですよ。でもイベント DJ もダメじゃない、それこそ職業とか学生してるとかね、職業ある DJ を純粋に楽しみたい人はもうイベント DJ でいいと思います。ただプロを目指したいんだったら多分結局その3つどっか目指さなきゃいけないんで、そこのどこかを目指して頑張ってもらえればと思います。それでは最後に1年後2年後皆さん現場でプロの DJ としてぜひ会いましょう。さあそしてここのチャンネル気になった人ぜひ登録してください。こういう話だったりとかすごい有意義な情報も載せてるし、意外と楽しい情報、面白い番組もいっぱいありますんで、チャンネル登録よろしくね。またさよなら。